スティーブン・ウーアは、サウジアラビア出身の元ラグビー選手。ポジションはフッカー。1983年1月20日、カミスで生まれる。身長186センチメートル、体重112キログラム。愛称は、スクイークス、スティーブ、ドック。アイルランド人の両親のもとに、サウジアラビアで生まれ、一家はアイルランドのゴールウェイへ戻り、1998年に、 オーストラリアのクイーンズランド州ロックハンプトンへ移住。ブリスベングラマースクール卒業。スクールのラグビーチームと、地元のクラブチーム、ロックハンプトンパイオニアーズでプレー。クイーンズランド大学に進学、大学のラグビーチームに所属し、19歳以下、ラグビーオーストラリア代表に選出。2003年、スーパー12のレッツに入る。同年から年と歳以下代表に、 選出、2004年から2005年と、オーストラリア A 代表に選出される。2005年、スーパー12のシーズン終了後、両親の母国アイルランドのチームからの誘いを受けるも、オーストラリアでのプレーを希望。同年、ワラビーズに選出、サモア戦で代表デビュー。2007年、ラグビーワールドカップフランス大会の代表に選出される。2008年、 代表テストマッチ14試合すべてに出場。春のヨーロッパツアーでは目覚ましい活躍を見せ、11月のイングランド戦ではマン・オブ・ザ・マッチに選ばれる。2009年、レッツからブランビーズに移籍する。同年、オーストラリアラグビー協会と2年の契約延長。2010年、スーパー14のレギュラーシーズン13試合すべてに出場するも最終戦で顎を骨折。 2011年、ラグビーワールドカップニュージーランド大会のオーストラリア代表に選出される。2015年、ラグビーワールドカップイングランド大会にキャプテンとして出場し準優勝に貢献した。2017年、国際試合からの引退を表明、2018年には現役を引退した。北京オリンピックのフェンシングアイルランド代表、シオバーンバーンと、 ゲイリックフットボールの選手パトリック・オーロークとは親戚。少年時代はキッシュに憧れていたが、成長するにつれて体格が良くなり10代の初め頃に諦める。イングランドのサッカークラブ、リバプール FC の大ファン。元、ラグビーアイルランド代表のフッカー、キースウッドのプレーを模範としている。クイーンズランド大学で科学の学士号を取得。ありがとうございます。